今までこの領域に降り立つのは私一人だけだったが、相手がいるというのは嬉しいものだな。さあ行きます。スタンドアップザ・ヴァンガード。サイクオリア同士の戦いが始まる。ヴァンガード、それは君自身が先導者となってファイトするカードゲーム。イメージしろ。イメージはお前の力となる。ライト・ザ・ヴァンガード。ライド、ナイト・スクワイヤー、あれ。わざと外して相手しがまりだ。来い。光の賢者よ、従属する英雄よ、力を貸して。マロンの魔法大辞典第15章。光の戦士風情がこの私に傷を。ライト、ブラスターダーク。我が闇は光を塗りつぶす。アビリティブラスト、グリーディネスシャドウ。マロン、飛行も後を追わせてやる。マイル、黒の賢者カロン。我らが闇の力、よくよく味わうがよいぞ。カロンの大魔法辞典第118章。おっと、倒れるのはまだ少々。この剣を受けた後にしていただく。ダークサイドブレード。
やはりそのお体でファイトを続けられては。うるさいな。口を出さないで、あーちゃん。嫌うよ。こいつら、VF グローブもつけてねえのにむちゃくちゃ消耗してるじゃねえか。精神へのダメージが現実の肉体にも現れている。これがサイクオリア同士のファイトだ。サイクオリア同士のファイト。マイヴァンガード。うん、分かっている。彼がどんな光の戦士を従えているのかね。ライド！ブラスターブレード！やはりその姿は来るか。アビリティブラスト！バーストバスター！で、忠告の賢者ベノン！イエス、マイ・ヴァンガード。ベノンの魔法大使編、第七楽部！てっちゃんの言っていた共感覚というもののせいなのか。出会ったばかりの君のことがよくわかるよ。僕にもわかります。レンさんはヴァンガードファイトをとても楽しんでますよね。そして何よりカイ君とのファイトをとても大切にしている。僕と同じように。だがその大切なものを、私の根幹に関わるカイとのファイトを貴様が変えてしまった。私とカイのファイトを汚したのだ。貴様だけは倒しておかねばならない。ライド、闇を滑る漆黒の騎士よ、ザ・ダーク・ディクテイター、イマジナリー・ギフト・フォース、ブラスター・レイク、ブラスター・アックス、ドクロの魔女・メボ、ユーケン・イエス・フローガル、はぁー、うん、私、貴様の光を塗りつぶす。今のでダメージ4。あいつと並んでしまった。そうだ、仙道アイチ、まだ君はここでは倒れない。スタンド&ドロー。そう、君はソウルセイバードラゴンにライフする。ライド！希望の前に立ち塞がる暗雲を消さる聖なる光の竜、ソウルセイバードラゴン、イマジナリーギフト、フォース！そしてこのファイトの行く末は、
サイクオリアの到達点、それは決着のイメージのビジョンだ。見えているだろう、君にも。サイクオリアが教えてくれる。僕はコール。来てみんな、一気に6体ユニット揃いやがった。パンチお兄さん、いけー。ああ、決着のイメージを見てしまった後はいつもこうだ。レン様、レンがどうして。サイクオリアを持つ者同士のファイトだ。共感覚がかつてないほど拡大し、イメージのユニットだけでその痛みに呼応しきれなくなっているのだ。ダメージチェック。もはやこのファイト、完成させた絵が乾くのをじっと待っているようなものだ。仙道は一、君も私も、あとは決まった操作をするだけ。ウィンガルでブースト、ソウルセイバードラゴンでザ・ダークディクテイターにアタック、シャイニングフェザーセイバー、暗黒の盾まくり。影を貫く刃なし、暗黒の盾は無竜なり。ベノンの魔法大使編第9学部デスペザーイーグル、カーロン。大義であった。相手の3回攻撃をギリギリのところで防いだ。サイクオリは全開か。くそ、レン様すげえ。サイクオリアを持つファイターが相手でもいつもと何も変わらない。ファイトの全てを支配し完璧な勝利を得るというのはつまらないものだな。やはりカイトのファイトで全ては終わっていたのだ。闇の深淵より生まれし荒れ狂う力の渦、いでて邪悪な力を震え。ライファントムブラスタードラゴン、イマジナリーギフト。おう、カイ、お前にとどめを刺したユニットがとうとうアイチの前に。このファイトがすでに終わっている。あいつら本当にここにいるのか。もっともな疑問だ。体は確かにここにある。だがサイクオリア同士の共感覚によってヴァンガードそのものとなってファイトしている彼らの精神は今やイメージの中に違いない。精神はイメージの中だと。ただ普通にファイトしてるようにしか見えねえけど。あいちお兄さんたちにはどんな景色が見えてるんだ。さあ仕上げよう。ダムドチャージングランス。シャドウイロージ、あと深く沈んで。
なんだ、何のイメージだ。千堂愛知、こんなものは私の見たイメージにはなかったぞ。レンさん、あなたは僕に似ている。何？100点ばっか取ってんじゃねえよ。なんでお前が俺たちより勉強できんだよ。僕たちは虐げられ、小さな世界の中一人きりでもがいていた。奴のイメージが私に流れ込んでくる。この姿は、お父さん、僕は、お前は完璧な勝者になるべき人間、僕ではなく私だ。僕たちがいたのは暗闇の中です。だけど、だけど僕たちは小さな光を手に入れた。すまない。その顔、どうかしたのか。何か事情を抱えているようだが、どうだ、ここに寄っていかないか。楽しいぞ。見ろ、千堂のやつ、ダメージチェックでヒールトリガーを引いてやがる。やりましたね、あいつお兄さん。ダメージ1、回復。もう一度愛知にターンが回る。こいつは この光を手にした時、もう僕たちを縛るものは消えたんです。なのにレンさん、あなたは今も縛られている。僕が父、いや、自分で自分のことを縛っているというのか。僕らが手にしたのは小さな光です。だけどこの光があれば、僕らは広い世界とつながっていられる。レン、レン様、レン様、レン、見てください、僕がカイ君にもらった小さな光はこんなにも眩しく輝く。ライド、その光は暗き世界を書き換えていく。これは、エクスカルペイト・ザ・ブラッサー。新しいブラッサーだ。私のイメージが書き換えられていく。千堂愛知、君は私を超えるサイクオリアを。イメージラブルブレードまくり、インドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルトリガー、効果は全てウィンガルへ。イヤーガードが全部退却しちまったんだ。エクスカルペイトは相手のユニット全てにアタックできるのだ。相手のユニット全てに。
デイトが退却していく。これでレン様にターンが回る。惜しい。いや、エクスカルペイトが退却した後、手札2枚をソウルに置き、あいつは ブラスターブレードにライドする。あなたにかかる黒い呪縛を切り捨てる。強さをこの手宿すために、夢にうなされていた僕にもっと力があったとしたら、覚めるだろうか。あの日に選んだこの道が間違いじゃないと、勝つことでしか見出せない、何度でも何度でも証明しようも、今ここで強くなるため、定め再び巡り合ったんだ、ならば全力でぶつかるだけ、叫けせんのファイアンド、乾いたままの心潤すだけの勇気が今の何あるのか、迷いさまよいながら信じたい、強さを強くをこの手に、ライフオン。ああ、レン様に嫌うよって言われちゃった。もう生きていけない。気に病むな、朝か。鉄、慰めなんて必要ないわ。うわ、いない。ああ見えてねえわ、物覚えの悪い男だ。今頃はそんなことを言ったかどうかさえ覚えてるかどうか。そう？スマホを持って出るのはしょっちゅう忘れるし、私の名字はおろか星座も血液型も覚えてくれないんだぞあいつは。ああ、覚えてほしいんだ。